どの角度から見てもかっこよすぎでしょう。このパーツの造形も超細かい。顔の造形ちゃんと作り込まれております。このように超かっこいい写真が撮れちゃいます。バンダイマニア、ガチョンガチョン、どうもガトスです。元気もりもりわりちゃんです。今日紹介するのはこちら、ウルトラヒーローシリーズ EX ウルトラマンジャスティス、ウルトラ怪獣シリーズ宇宙セブンガー、ウルトラ怪獣シリーズガラオン、ウルトラ怪獣シリーズマウンテンガリバー5号です。今回はですね、ウルトラマンコスモスの映画に登場したウルトラマンジャスティスやウルトラマントリガーにね、はい、Z と一緒に登場しました、うん、宇宙セブンガー、こちらをはじめとした計4体のソフビをしっかりとね紹介していきたいと思います。今回もね、相変わらず超クオリティが高いので、本当にね細かい部分までしっかりと皆さんに見せていきたいと思います。それでは早速やっていこう。バンマニ、まずはウルトラヒーローシリーズ EX ウルトラマンジャスティスから見ていきます。こちらね、コスモスの映画で初めて出てきたウルトラヒーローなんですけど、ジャスティスめちゃめちゃかっこいいんすよね。このね、ジャスティスのこの銀の部分の凹凸感とかすごいしっかり再現されていて、もちろん特徴的なこの紺だったり銀のラインもちゃんと入っております。カラータイマーも色鮮やかに再現されていて、特徴的な目の黄色い感じもちゃんとね作り込まれている。どの角度から見てもかっこよすぎでしょう。このウルトラヒーローシリーズ EX ウルトラマンジャスティスは5月14日発売予定です。続いてはウルトラ怪獣シリーズ宇宙セブンガーです。いやー、セブンガー相変わらず可愛いですね。今回のこのセブンガーはですね、宇宙セブンガーということで、ウルトラマントリガーに登場したセブンガーとなっております。ドリルを右手につけておりまして、この腕が動きます。この宇宙セブンガーはウルトラマン Z 放送当時に発売していたウルトラ怪獣シリーズセブンガーとはところどころね見た目が変わっておりますので、当時のセブンガーを持ってる人はこの宇宙セブンガーもゲットして、どこが違うんだろうなーっていうのを見比べていただけたらなと思います。このウルトラ怪獣シリーズ宇宙セブンガーは5月21日発売予定です。続いてはウルトラ怪獣シリーズガラオンです。毎回僕ね、ウルトラ怪獣シリーズ紹介するたびに言ってるんですけど、本当に怪獣の造形細かいんですよ、ソフビ。正面は、もちろんね、この怪獣らしいゴツゴツした感じが出てるんですけど、前だけじゃなくて、すごい！これちゃんとね、3面に顔があるんですよ。さらに、ぐるりと回転させると、こっちにも顔がありますね。正面だけじゃなくて、裏側とかもね、しっかり作り込まれているのが、本当に素晴らしい。このパーツの造形も超細かい。どの角度から見ても本当に作り込まれてる。すげえ。このウルトラ怪獣シリーズガラオンは5月28日発売予定です。続いてはウルトラ怪獣シリーズマウンテンガリバー5号です。こちらのマウンテンガリバー5号も特徴的なフォルムをしているんですけど、ソフビでね、このフォルムがちゃんと再現されています。ずっしりしてますね。さっきのガラオンもそうだったんですけど、本当に細かい部分の模様までしっかりと作り込まれていて、まず正面からいくと、足の部分のこの幾何学模様、ちゃんとね、ちゃんと再現されていまして、そこからススーッと上に上がってきて、お腹の模様や顔の造形、ちゃんと作り込まれております。さらに、後ろを見ると、よく見てください、皆さん。この辺の細かい体に刻まれている模様、頭の上から足の先まで全体的にしっかりとデザインされております。いやー、やっぱ毎度のことながらソフビのクオリティが高い。怪獣のねソフビもゲットできることで、こうやってウルトラヒーローと並べて戦わせたりもできるので、ぜひねウルトラヒーローと合わせてウルトラ怪獣シリーズも皆さんゲットしてくださいね。このウルトラ怪獣シリーズマウンテンガリバー5号は5月28日発売予定です。バンマニ、ここまでソフビを紹介してきたんですけど、はい、せっかくなら、今ワンダースクールで開催中のコンテストに参加してみない？あ、今コンテストやってんの？そうなんです。コンテストに応募するなら、かっこいい写真を撮りたいってみんな思うと思うんですよ。そうですよね、それはかっこいい写真撮りたいよ、かっこいい写真を撮るために使える写真フレームがワンダースクール公式アプリで配信中なんです。お、毎週金曜日にウルトラマンシリーズの写真フレームがワンダースクール公式アプリ内に配信されます。キャラクターと一緒に撮影できる写真フレームだったり、技フレームなんかもあるんですよ。超かっこいい写真が撮れちゃうわけですね。そういうことです。写真フレームの他にも、さらにかっこよくできちゃう背景シートもワンダースクールから印刷して使うことができちゃうんです。おお、というわけで、ちょっとその辺を駆使してさ、じゃあかっこいい写真撮ろうよ。で、撮っちゃいましょう。バンマニ、はい、写真が撮れました。こちらです。
はい、このようにですね、めっちゃド派手な技の写真フレームを使ってもいいし、このウルトラマンダイナとね、並べてこう対峙してる感じの写真を撮るのも OK。さらにね、このセブンガーファイトと宇宙セブンガーがいい感じでマッチしてるので、このように超かっこいい写真が撮れちゃいます。今紹介したワンダースクール公式アプリ、そしてワンダースクールは概要欄にリンクを貼ってあるので、ぜひそこからチェックしてみてください。皆さんもかっこいい写真撮ってみてくださいね。バンダイマニア。今日はウルトラヒーローシリーズ EX、ウルトラマンジャスティス、ウルトラ怪獣シリーズ宇宙セブンガー、ウルトラ怪獣シリーズガラオン、ウルトラ怪獣シリーズマウンテンガリバー5号を紹介しました。というわけでね、今回はこの4体のソフビを紹介して、さらに写真も撮ったわけなんですけども、うん、なんといってもソフビのクオリティが高いからかっこいい写真も撮れちゃうんですよ、うん、手に取ってわかるこのソフビのクオリティの高さ、うん、そうだね、確かに、ね、集めることでいろんなシーンが再現できて、あの激闘のバトルも楽しめちゃう、最高ですね。そうだね、これまでにウルトラ怪獣シリーズもウルトラヒーローシリーズもたくさん出てるから、はい、これまでのシリーズとね合わせて遊べるっていうのがソフビのいいところだよね。そうだね、こう作品を超えた自分だけのオリジナルバトルみたいな、うんうん、持ってれば持ってるほど楽しめるので、ぜひ皆さんこちらゲットしてくださいね。そして今日私たちが使った写真フレームはワンダースクール公式アプリ、背景シートはワンダースクールから使うことができます。ぜひ皆さんも使ってみてください。ウルトラマンクロニクル D はテレビ東京系にて毎週土曜朝9時より放送中。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。カシンカシンカシン。